とくと結構その動きを底上げできるっていうことにはなりますが、完全にジャングルキャリー、ホグレットキャリーに寄せると、アチール、ほう、まあダメージのバランスはいいで、なおかつボットがジグスなんで DPS、あとアリスターやナーを弾けるっていうところで皇帝の分されがめちゃくちゃ刺さる、は刺さるんですけど、ちょっと重い構成になりましたね、アクシズは全体的に。そのトランドルが効きそうっていうところですよね。もうそうですし、はい、全体的に当たれた際ですよね。なるほどなるほど、当たれないんじゃないかってことですね。おっとレベル2先行から入っていくデニスブレード、すぐにクレンズでハロスターは解除するが、フラッシュハニーを叩く、ファーストブラッドはアクシズ、ハニーライナーはレーン復帰、さあぴょんぴょん使ったブリンクアウト、前に出てくるコグコグ合わせてホグレット、後ろからアイのフラッシュイン、さあコグコグフラッシュはありますが、トップなんですよね、ヨナノーリに対してアリスターが回答できる、だからこそカウンターということなんですが、エースがボットレに動いている、この動きに対してホグレットが返してくる、頭突きアスタイノックアッパーネモ、ただゼニスブレードから反転してね、ボットレン、ネモ、シードウェイブレイク、そしてエンジニアホグレ手前に飛ばしてライナーがそれを見て、アスタイノックアップをハニーに入れようとしたんですが、フラッシュ反応、ネモが反転、ライナーの体力がかなりロー。バウンドボム当ててハーニーがキリングスプリー、さあただネモの体力かなりローですが、ミッドレーンこのタイミングガンクに入っているのはアクシズ、ユニカもカバーはしていますが、1キル獲得はホグレット、メグミンローヘージのところを狙ってユニカ防御になる、サクシから、そしてフラッシュインで噛みついて1キル取り返していくのは V3 スポーツ、羊の出航位を展開、ホグレットが矢のリング距離をつく、どうしますか、このヘラルド V3 スポーツが触り始める、ホグレット、メグミン、アイロー、あーホグレットが取った、そしてネモ、ソーラーフレア、真ん中で当たっているのはエース、そのエースでゼニスブレード、ホーグレットがダメージを出して前線を張るユニカ、さらにはエースを打ち取ってダブルキル獲得はアクシズ、ライナも狙われます、アサイのカップを返していくが、ハニーのバウンドボム、まずは一発、そしてメガインフェルノボム、メグミンが追っていって、構成でこれだけ序盤に有利が作れると、はい、フォークできないですからね、そもそも、やはり強気、ソーラーフレア狙いはハロー、ハローが避けて汚れの連鎖からのバーストでハニーを打ち取った、さあホーグレットがこのボットレに姿を出して、ジャングラーのビルドの進み方じゃないですけどね、本当に。いや、ホグレットがメグミンのこのエンゲージに合わせて入ってくると、手のアクションは V3 e スポーツ、さあ、コグコグがテレポート、メガナ、アルティメットはエースの方向へとアイノを飛ばしますが、スタンは避けているアイノ、フラッシュアウト、そしてテレポートを返してくるのはアクシズ、ノックアップを倒して避けたアイノ、トーハのスタンはすぐに解決病治癒、そしてここにメガインフェルノボムから援護射撃、ハニー返しました、アイノはユニカのアルティメット暴虐なる作詞のドットダメージですということになりますね。インファーナルドレイクです。これでアクシズはドラゴンのスタック2スタック目、 V3 もちょっとでも視界取れてない時間が続くとライナに仕掛けていくぞ、このダメージです。さあメグミ、リューザの衝撃合わせる、ライナフラッシュアウトしましたが、メガインフェルドアクシズ今オートタック2発でアリスター HP2 割ぐらいまで減りませんでしたか。減りましたね、衝撃映像を目撃してるんですけど、おハニーのポークも痛いですよ。コグコがプンスコゲージを溜め切った、あただ火薬ダルのダメージをもらってかなり体力を削られています。さあバロンラッシュの判断、ネモのゼニスブレードはエースには入っていけなかったです。さあこれはどうだ、一旦引く形 V3 スポーツを取りました、アクシズもキャンセル、これ視界取れてる、そしていったリュウさんの衝撃、皇帝の分差レーでのエンゲージをきっちりと組めたの始めました、早いです、すごい速いです、なんだそのスピードは、今チェック入りますけどもう3点しかないんですけど、行うんですがホグレットはレベル15なんです、もうレベル差5、ゼニスブレード入っていく、ソーラーフレア合わせていってユニカフラッシュアウト、しかしもうこのダメージが、ミッドレーンは他の4名、おっとコグコグにもこのホグレットのダメージ、メガナーになりましたが関係ない、スリープバブルは殺手がありますホグレット、さあネクサスワーが1本割れました、ハロも剣がれの連鎖のタイミング狙ってはいましたがこれは決まらない、そして剣痕一滴のポークのダメージも全て受け切っているアクシズ、ネクサスワーがあっという間に2本割れました、メグミン距離を取る、おっとメガインフェルドモン3名にヒット、そしてそのゾーニングをしている間にネクサスを破壊し勝利したのはアクシズとなりました。